術は本当に必要な時にしか使わない主義なのだ。しかし、それを破壊しようとする者たちが都の闇にうごめいている。だから私は陰陽師として戦うのだ。さあ、私と共に戦ってくれ。私たちは男どもを捕食し続けたわ。食らえば食らうほど僕の髪は美しく伸びた。僕の遺産の時間じゃない。人間どもに復讐する。川とは時に恵みを与え。怪物と戦う者は己が怪物となり、もはや氏子に服をもたらすことは叶わない。恐るべし陰陽師。この森の人間はお前が全部食ったというわ。それだけは許すことができる。私はあの黒い陰陽師に殺されて。どこにいる。共に生命様の式神でした。生命様は僕たちのことを覚えていないと思うと、式神のほとんどは記憶を失っているみたいです。どういうことなのだ。なくした記憶、そこに一体何が。私は生命の心を開くためにあなたの言いつけを守っていた。もし記憶を失う前の私が海と出会っていて、人を食えと命じていたのなら。生命は優しい人、そんなことするはずがない。どうして。なぜ私はこのようなことを。陰陽師、生命、近頃都で起こる混乱は必ずと言っていいほどお前が関わっている。エンマ様、都の混乱はこのもう一人の生命殿によって引き起こされています。こっちの生命は都を守ろうとして、血の生命は都を壊そうとしている。我は生命、生命は私だ。本当にそうか。夢は覚め、都は闇に包まれる。その日は遠くないぞ。